委員にお願いいたします国吉参考人皆様おはようございますおはようございます日本土地化学調査士会連合会会長の国吉正和でございます本日このような場面で意見を申し上げる機会をいただき本当にありがとうございます今日重要な問題となっております所有者不明不動産登記を見ても所有者の所在の把握が難しい土地に対する解決策等について 日本土地家屋調査士会連合会でも日頃の業務において日々対処しなければならない事柄として以前より問題提起させていただいておりました法制審議会民法不動産登記法部会の委員として参加させていただき実務家の立場から問題点を説明し議論をしていただきました今回の民法等の一部を改正する法律案 そして相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案について意見を述べさせていただきたいと思います私ども土地家屋調査士は昭和25年7月31日土地家屋調査士法の制定により誕生し昨年令和2年に70周年となりましたその記念すべき年に改正土地家屋調査地法が施行され 一部改正された土地家屋調査士法において土地家屋調査士は不動産の表示に関する登記および土地の被使いを明らかにする業務の専門家として不動産に関する権利の明確化に寄与しもって国民生活の安定と向上に資することを使命とするという使命規定を持つ資格者として位置づけられました。 先生方には改正法の制定にあたりご協力いただきましたこと改めて感謝申し上げます我々土地家屋調査士の会員は全国で約1万6200名の個人会員と約470の法人会員が登録し全国50回の単位会を組織し党連合会が設立されているところですそして50回の全ての単位会が 土地の境界紛争解決のための ADR 機関を運営しております。また、表示に関する登記等の相談業務も、各単位会を中心に法務局、司法書士会等関連団体と協力し、定期的に行い、依頼者、市民の皆様に活用いただいているところです。土地家屋調査士は、 不動産の表示に関する登記について必要な土地または家屋に関する調査または測量筆解特定手続きの代理土地の筆解が現地において明らかでないことを原因とする民間紛争解決手続きいわゆる adr の代理関係業務を主な業務としております土地の分泌登記地席構正登記または土地取引における協会の客 確定業務など土地に関する業務については、一筆一筆の土地の境界を隣接土地所有者との立ち会い確認を経て、隣地、土地相互の境界が将来にわたり安定したものとなり、紛争を生じさせないよう気を配り、業務を行っております。当然ながら、土地の境界の確認においては、依頼者から依頼された土地に隣接する 全ててのの土地ととと境界を確認することが基本となっております今日先生方にお配りしております、私どもの、えー、クリアファイルに入っております、ちょっと、えー、資料として、ですね1つ、不動産登記法施行規則第93条の調査報告書というものを例示として挙げさせていただいております。 そこの二ページ目から四ページ目にあります通り隣接土地所有者との境界確認の経緯などを統記省に報告するという形をとっておりますまた土地の境界確認の重要性必要性については委員の先生方に同じく資料としてお配りさせていただいておりますパンフレットを後ほどご覧になっていただければと存じますけれども当連合会では 悔いを残して悔いを残さず、いわゆる教会票を残して悔いを残さないという標語とともにですね。教会確認と教会票を設置することによる、隣接関係の安定と安心を唱えてきたところでございます。ところが、近年、臨地所有者等との連絡が取れない。また連絡が取れたとしても、教会に関する所有者の意識が薄く。 立ち会いいいいにに応じてたただけななとうう事案が多く見られるようになりましたそのため、臨時との協会立ち会いについては、土地について行うべき管理の一、内容として、土地所有者の義務としてまとめていただきたいと訴えてまいりました。このことは、民法典ではなく、土地基本法により、土地所有者の責務という形で規定され、 土地の所有者は、その所有する土地に関する登記手続き、その他の権利関係の明確化のための措置、および当該土地の所有権の境界の明確化のための措置を適切に講ずるように努めなければならないとされました。この土地基本法の精神を促進して、今後の規律の制定などに生かしていただきたいと思っております。今日の問題で 一つであり大きな問題となっている事柄が所有者の所在の把握が難しい土地が多いということでありますこの場合には土地の分泌等規手続きや不動産流通のための確定測量が滞るといったことになってしまいます土地化屋調査士は業務を通じ依頼者のみではなく依頼地を囲む全ての認知所有者の皆様との境界確認を行っておりますので この所有者不明土地に遭遇する機会が最も多い資格者であると思っておりますこの問題の重要性を以前より訴えてきたところでありますそこで今回の法改正に対しましても当連合会では土地所有者の把握が可能となる仕組みを考えるべきであるという意見を発信してまいりましたその結果法改正案では総理関係については私どもの業務にも関係いたしますが 境界表の調査または境界に関する測量のため必要な範囲で林地を使用することができるただし目的日時場所方法を林地所有者及び使用者に通知するという規律そして他の土地に設備を設置しなければ水道ガスなどの供給が受けられない場合の設備の設置権の規律の整備が提出されています。これらの規律は人生土地が所有者不明土地であったとしても 土地所有者が自らの事業等を行うためにも必要なこととであると理解しております次に所有者不明都市等の管理制度についてでありますが隣地の所有者と協会の確認をする必要がある場合に隣接地の所有者を知ることができずまたはその所在を知ることができない時は非使い特定手続きを利用するほか最近では 不在者財産管理制度を活用し、財産管理人と土地の境界確認をすることによって、その目的を達することが行われております。今回、創設することとされております、所有者不明土地管理人制度は、人の財産全体ではなく、個別の土地についての管理制度です。まさに今述べました土地の境界の問題など、一筆の土地の個別の事情を解決する最適な制度であると理解しております。 そして不動産登記法における所有者不明土地に関する問題としては、登記簿に記載された所有者の情報が実態と異なっていることが非常に多く存在し、九州の大きさに匹敵するとも言われました。その原因に相続登記が未了である、住所の変更等が登記に反映されていない、そして外国人。 外国に住所を有する所有者に連絡等が取れないということが言われ、私どもの実務の現場においても、先ほど申し上げましたとおり、土地に関する調査の段階で業務日誌を記載しているのが実態であります。不動産特許法の改正案では、相続登記、住所等の変更登記の義務化、そして外国に住所のあるものの日本国内における連絡先の登記、所有不動産記録、証明書の交付など、 所有者不明土地の問題解決に有効な措置が盛り込まれたものと理解しております。最後に、相続等により、取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律でありますが、所有者不明土地の発生を抑制するための方策としては、重要であると理解しております。これらの法案が成案となり、所有者不明土地の問題の解決に大いに寄与できることを希望しているものであります。 そしてこれらの法案に対し、より実効性が確保できますよう、党連合会から4つの意見を述べさせていただきます。1つ目は、臨時使用権、設備使用権についてです。これらの使用権が創設されたとしても、やみくもに使用できるものではないと理解しております。その使用によって、総輪関係に新たな紛争を生じさせないよう、 臨時所有者、使用者に対し、手続き的な部分で、使用者に対しきちんとガイドラインを作成し、その啓蒙を行うことが必要であると考えています。二つ目は、新たに創設される管理人制度についてです。利害関係人の請求により、個別の土地、建物について管理人が選任されることとなりますので、各不動産の個別の事情、利害関係人の請求の目的などを考慮し、 それぞれの事案に適した管理人が選任されるべきであると考えていますそれぞれの事案に適した管理が各資格者の適性を考慮し選任を行うシステムを構築するべきであると考えております三つ目ですが所有者不明土地をこれ以降増やさないための相続登記所有者住所等の変更登記外国に住所のあるものの日本国内における連絡先の登記そして 所有有有不動産記録証明書ののの交付等の規定は有意義で有用なものと歓迎しておりますただし、今回の改正では、表題部所有者についての規律の対象外となっております。その理由は、主として、登記のシステム上の問題等にあると理解しております。もとも不動、えー、表題部所有者のままになっている土地、建物は現に存在しておりますし、将来的な課題として、 ここれらについいいてても、表題部所有者をを対象とすることとすす。る検討たただきたいと考えております特に所有不動産記録証明制度については、その有用性に鑑み、優先して、表題部所有者を対象に加,加えていただけるよう、検討をお願いしたいと考えております。4つ目ですが、土地所有権の国庫帰属については、承認申請の要件として、 教会が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属または範囲について争いのある土地は要件から外れます承認は土地の一筆ごとに行うものとするという規定になっております教会つまり所有権の範囲が明確になっていないと国庫に帰属した後に管理すべき土地の範囲が分からず支障が生じることとなるため 承認申請の際に協会にが明らかになっていることは当然に求められることだと思っております国庫への帰属を望む国民からすると手続きは簡便に費用は安価にと望むのが当然でありますまた本制度の適切な利用を促すという面からもそのような制度運用が求められると考えます一方で承認は 一筆前に行われるため当該土地の筆使と承認申請において協会とされたラインとが大きく相した場合には管理のために余計な時間と費用を要すこととなります国の負担が増える結果になるため筆使いと申請時において協会とされたラインとは基本的に一致することが望まれますこれらの間で大きく相互が生じるケースが どの程度起こるかについては、制度施行後の運用状況を見ていく必要があると思います。今回の法案が制限した後の将来の課題として、筆使特定手続きにおける非会調査員、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律における所有者等参策員等のと同様に、民間資格者を活用し、法務局の 実地調査が適正的確に行われるような仕組みの構築の要否について注意を払う必要があると考えております土地家屋調査士は今回の改正案に対し積極的な対応をしてまいりたいと思います今申し上げました意見に対しても組織として国民のために協力していく用意をしておりますぜひ数々の問題が解決されることを願っております 以上私ども日本土地価格調査士会連合会としての意見を申し上げさせていただきました本日はありがとうございますありがとうございました次に安倍参考人にお願いいたします安倍参考人